ディプロモナス類は、嫌気的な環境に生息する単細胞の弁毛虫の一群である。重複弁毛虫、双子弁毛虫、ディプロゾアとも言う。分類学上は目を当て、これまでに50種以上が知られている。寄生性で、脊椎動物に対して、病原性を持つヘキサミタやランブル弁毛虫が、代表的だが、自由生活性のものも知られている。ディプロモナス類の細胞は、 核とそれに付随する2対4個の規定固定及び、弁網からなるカリオマスティゴントという構造を特徴としている。カリオマスティゴントの弁網のうち1本は常に後方へ伸びていて、大抵は細胞口と関係している。また規定固定のうち1つは核のくぼみに収まっている。このようなカリオマスティゴントが1細胞中に2つ左右対称になったものが典型的な ディプロモナス類であるが、普通は一つのカリオマスティゴントが単独で、個体となっているエンテロモナス類もここに含める。細胞の形は様々で、大きさは数マイクロメートル程度から大きいものでは10マイクロメートルを超えるものもある。弁毛は8本のものが多いが、エンテロモナス類では4本かもっと少ない。 典型的なミトコンドリアを描いているが、マイトソームと呼ばれる痕跡的なオルガネラが存在する。ゴルジカラダも常にあるわけではなく、生活感の一時期だけで発達する。寄生性のものが有名だが自由生活性のものもある。自由生活性のものは、有機物に富み酸素に乏しい水環境に生息し、遊泳して細胞口で、細菌や動植物の死んだ細胞を接触している。 寄生性のものは主に脊椎動物の腸や、総排泄空に生息するが、他の器官や血中に侵入することもある。また、軟体動物や昆虫に寄生するものもある。大抵は、刺したる病原性を示さないが、ランブルベンモウムシのように病原性を示すものもある。ディプロモナス目には、一カのみがあり、二赤に分かれる。ヘキサミタ赤は、細胞口があり、 大体的な遺伝子暗号を使っている。一部は二次的にカリオマスティゴントが一つしかない。ヘキサミタやスピロネクレウスは鳥類や魚類のヘキサミタ症の病原体として重要である。ジアルジア化は細胞口がなくすべて寄生性下痢を引き起こす人獣共通の病原体としてジアルジアが重要である。ディプロモナス目は古典的な分類体系では 動物性弁網虫綱に含めていたが、分子系統解析によれば、エクスカバータのうち、ホルニカータと呼ばれる系統に属している。ホルニカータは、深核生物の中では、比較的原始的な系統だと考えられている。ディプロモナス類はもともと核と細胞口を2つずつ持つ、ことを特徴として認識され、古くは両口類と呼ばれていた。しかしジアルジアには、 細胞口がないことから、後にリプロゾアあるいはリプロモナスと解明された。1970年代になり、電子顕微鏡観察でエンテロモナス類がリプロモナス類とよく似た微細構造上の特徴を持っていることが明らかになり、リプロモナス目の中のア目として含められるようになった。これが分子系統以前に主に使われていた分類体系であり、 エンテロモナス類が重複して、ヘキサミタ類が生じ、さらに細胞口を失って、ジアルジア類が生じたと考えられてきた。しかし1990年代以降の遺伝暗号表の研究や分子系統解析では、カリオマスティゴントの数よりも、細胞口の有無の方がより上位の分類形質であるという結果になっている。まずジアルジアでは暗号表を用いていて、 祖先的であるのに対し、ヘキサミタ赤では普遍的には終止コドンであるはずのター、及びタクがグルタミンを指定している。一方、分子系統解析で、エンテロモナス類は、ヘキサミタ赤のうちヘクサミタ属に非常に近縁である、ことが示されている。したがって、従来の仮説とは全く逆に、ジアルジア類が祖先的で、そこからヘキサミタ類が生じ、その中で、 半分になったのがエンテロモナス類ということになる。このため上に示した分類体系はこうした研究成果を反映して組み替えられた。ありがとうございます。